ライブの日はいわゆる栄養ドリンクみたいのをちょっと飲むこともありますね。普段の生活は全然飲まないですけど、やっぱライブの日はなんかこうちょっとまあ分かりやすいスイッチみたいな感じで、うん、ちょっとうん、気合い入れる今日ライブだぞっていう気持ちで、まあそうですね、栄養ドリンクみたいなの飲んだりすることありますね。自分も一緒ですね。なんか柳とよくそのね、その本番前とかに飲みますよ、ね、うん、そうで、まあ、あと永遠とコーヒーは飲んでるかもしれないですね、その会場で。自分の場合カフェインが入ってればいいんで大量に飲めるようにちょっとお湯で薄めたりとかも結構しますね、コーヒーを。結構お腹いっぱいになるまでコーヒー飲んじゃうからちょっと危ないかもしれないですね。僕個人的に結構あれの緑茶飲みますね、あったかい緑茶。やっぱ会場に入ってまずコーヒー飲むんですよ僕も、はい、けどお弁当の時に一旦お茶に移りますね。でもう一回コーヒーに戻って、はいはいはい、本番前にその栄養ドリンクを挟むみたいな感じかもしれないですね。まあやっぱ水っすかね。ステージドリンクはやっぱ水だよ、水だよ。リハーサルの時はおのおの結構カップでコーヒー持ってきてるイメージがあって、それ大体ホットなイメージだよね。そうだね。てかもうこのタイプ、ジャーのタイプの、はいはい、ポットが、ね、用意していただいたりとか、うん、してるのが大体ホットだから、うん、俺一回コーヒーでやったことあるんですよ。地獄でしたね。何も休まらないというか。それホットアイス、さすがにアイス、さすがにアイスだったけど、ステージ中でもちょっと気持ちをワンブレイクじゃないですけど、その暗転してる時にちょっと水飲んだりとかでスイッチを切り替えたりとか、ちょっと自分をなんだろうな、平常心に持ってったりとか、そういうスイッチでもあると思うんで、あまり情報量がない方がいいのかなっていう。わかる、わかる。それこそ野外 の、うん、フェスとかでスポーツドリンクとかを用意していただいて、でもちろんステージから降りた後のスポーツドリンクはもう最高に、そうだね、もう体が求めてるんですけど、一度ステージ上にまあ水と両方置いてていただいて、でスポーツドリンクを本番中に飲んだら、そのやっぱり結構びっくりする、うん、ところはあって、でそういう意味ではまさに上杉が言ったように、その情報量がある意味ないというか、うん、本当に水分として、ね、スッと入ってスッと消えるぐらいのね、そうマジで水分を補給するっていう意味ではやっぱりベストはお水なのかなって。ああいう本番中は特に無意識でやっぱりその飲みに行ってるので、うん、情報量ない方が、だからそれこそちょっといたずらとかされた日には結構やばいかもしれないですね。炎天下のフェス全般はやっぱ極限状態ってやっぱ水ってやっぱ一番美味しいじゃないですか。夏フェス全般はやっぱ乾いてますから美味しいっていうのはなんかある？いや俺まあ野外のフェスももちろんそうですけど、ライブハウスのツアーを回っている時にやっぱり結構満員の中でやらせていただいて、一本って結構意外とすぐ行っちゃったりして、それをスタッフがこう横からもう一本新しいのを持ってきてくれた時にキンキンに戻ってるんですよ、はいはい、あれがうまいです。2本目行った時の確かにね、だからライブで言うと割と終盤ですね、うん、もう本当にあと数曲とかなんですけど、これはやばいみたいな時に、はい、新しいドリンクだよみたいな感じの、新しい501ml か、そう501ml から美味しい、あれねマジで生き返る感じなんですね。なるほどね。ライブハウスでの、まあ、2本目、2本目、あれはね、なんかやっぱ冷えてるっていうのがやっぱね、暑い時には美味しいのかもしれないね。そう、あれうまいっすね。音と人をつなぐ場所、 M1 ミュージック。